8歳の息子がしきなぎさんのファンで、勧められて初めてお邪魔しました。8歳、聞いてた感じとはちょっと違いましたが素晴らしかったです。明日息子と最初から見させていただきます。お疲れ様でした。8歳おお、え、8歳の息子さん、ちょっと心配になるなあー、なんか嬉しいより先に心配がかったな多分お母様かなお父様かわかんないですけど、あのもしね改めてこの配信見てましたらね、どの配信を見せるかはね、ぜひ親御さんがお先に見られてですね、この配信は見せられるな、この配信は見せられないなっていうのを先にチェックしてからぜひ見せていただきたいなというふうに思います。私の記憶だと、なんならポケモン配信とかですらちょっと怪しいシーンとかあったような気がしますので、はい。あと、ときメモとか多分絶対見せられないので、そうだね、ときメモやめといた方がいいな。うん。多分ね、私の配信、8歳児が見るには多分、7、8割アウトの配信だと思うので、最悪歌ってみたしか聞かせないという可能性は大いにあり得ます。もしくはボルタクションのその公式番組のね、その公式チャンネルでやってる時のコラボの時とかはね、だいぶ抑えめな比較的綺麗なしきなぎあきらで割とやってる傾向が強いので、その辺はありなんじゃないかなと思います。あー、8歳か、ちょっとビビるなね、怖いね。うん。いや、ありがたいことですけどね。そう、ありがたいことですけど。ね。そうかね、そう、老若男女を見れる配信をね、こう作っていきたいとは、こう私も常、なんか、割とね、こう言葉では言っていましたが、こう、いざ言うた、いざ、こう、実際に8歳の子がいたら、ちょっとびっくりしたね。まあ、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ちょっと私も綺麗な配信できるようにね、心がけますので。はい。